サウンサバキがなんとなくできてる感じがしますね。気のせいでしょうか。ヒットヒット、ポールさん釣れてるかも。釣れてるかも。しかもドラッグちょっとちょいでちょっと出てる。ドラッグがなんかキラキラしてる。キラキラしてますね。さあ、なんだなんだろう。さあ、ハルも一匹釣った。あれ、あとは、え、なんだい、力ないと思ったよ。なんだろう、タモ一応入れ、見れましょうね。入れとこうな。うん、ダメ、入れとくか。タツの一匹だからな。あ、引いてる引いてる引いてるな。うん、潜るなこいつ。ママン、こいつ潜るな。大丈夫ですか。なんだろうね。しゃー、おめでとうございます、アルさん。すごいな、こういう風に言うと。あー、いいですね。うん、もしかしたらサムネになるかもしれないですね。ちょっと息がいいんでリリースしましょうね。お願いしますか。うん、帰っておいで。大きくなって帰ってこい。大きくなって大きくなって帰っておいで。ということで、欲しかったね。残念。さあ、何メーター進めるのか。チャレンジ1年大サーカス、ハルオ大サーカスの始まりです。行くぞ。記録ゼロ 2センチぐらいですかね。2センチですね。あと1回、あと1回。じゃあ、あと1回、あと1回。お願いいいぜ、いいぜ。分かった、分かった。いいぜ、いいぜ。行くぞ、コツ分かった。こうだ。わあ。ダメ。ダメですね。むずや。ハルオの記録がこの緑の子。これじゃない、緑かな。さあ、お一緒ぐらい、一緒ぐらいだった。もう一回やりたい、もう一回やりたい。もう一回、もう一回。いいぜ、いいぜ。もう一回、もう一回。いけろだ、これ。これ、俺分かったかもしれん。うん、分かった。マイナス。マイナスマイナス。いいね、いいね。やばい。4時ぐらいまで行った。面白い、めっちゃ汚れてるじゃん。めっちゃ汚れた。めっちゃ汚れてる。すごっ。突然の成果が効いてきたな。すごいな。ボラ取り行きましょう。じゃあ、ボラ取り行こう。海って本名なんですか。海です、はい。あ、すごいですね。双子で海と空って。あ、すごい、いい名前です。双子の弟です、はい。お願いします。全然じゃあ今陸って感じですね。海と森がいるってことですね。海と森、海と森がいる、海と森。あと山と空が必要ですね。はい、こちらがね、西表の大自然、絶景ですよ。すごいな。ちょっと雨雲だけど、太陽が出てる時行きたいね。めっちゃ綺麗だろうね。いいね、いいですよ。自然、ほぼ自然ですからね、西表島は。コンビニもない、道も半分しか通ってないだったかな。道は繋がってないですよね、確かに。こんな感じですね。お、魚だ、うん、魚だ、魚だ、ちっちゃ、すごい。なんだこれ、ちっちゃ、ボラ取れた、ちっちゃ。こっちのちょっと大きくない。生まれてこれ間もないだろう。これもちっさ、めっちゃちっこい。ほら、赤ちゃんボーボー。これ使えないんじゃない。これは逃がそう、逃がそう、逃がそうか。まあ、これかわいそうだよ。また楽しいことしてないと思うよ。よし、逃がした、はい、バイバイ。よく向けたなっていうか、一頭も投げてないけど筋肉強そう。意外と重いですね、これ。何キロですか。意外と重いです、重い。4キロとかあるんじゃないですか。4キロ、何これ。んいるね。これ小さいボラだね。これさっきの鬼ボラだはず。鬼ボラ、うん、鬼ボラ。お菓子ありそうだな、鬼ボラ。30円ぐらい、鬼ボラ。ちょっとポイント移動したんですけど、こっち海なんですよ。はいはいはい、ね、見てみて分かるかな。海だよね、はい、はい、こっち見て、はい、コンクリート、はい、で、右は、はい、芝生。芝生と思いきや、これアイス半分深ほら、地形がおかしいね、うん、面白い。ほら、ね、これ海水で成長してる。喉痛くないのかな。喉張った。絶対しょっぱいだろう。いないね。さっき話したけどね、ここら辺でぴょんぴょん。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。あ、いっぱいいる。300ぐらいいる。ほら、これそうじゃない、これ撮ってみて、ハロー。
さよりちゃん。あ、飛ぶな。うん、取った。もう一回、もう一回。あー、滑る。ぶつかり合った。いけない、いけない、いけないって言ってる。あれ滑るんじゃない？滑る。かかったんじゃないですか、これ。さあ、これ期待できる。あー、取れてるか。期待できますね。あ、かかってる、かかってる、かかってる。結構あ、かかってる、結構かかってる。ほら、あ、いや、もっとかかってる。まさかの爆鳥。うん、爆鳥伝説来た。うわ、お、ぴょんぴょん跳ねてる、跳ねてる。ほらほらほら、すごいじゃん、めっちゃ取れてんじゃん。すっごい。あ、見たことないやつがいる。ほんとだ。あ、幸福じゃないですか、これ。幸福、幸福、幸福の価格ですか。え、なんすかこれ。ユニコーンの魚。幸福って魚なんすか。ピラニアみたい。あの、沖縄に甘い湯って魚いるの分かりますか。はいはいはい、甘い湯。体高が大きくて、はいはい、ヒレが黄色いんですよ。あ、ヒレ黄色ですね、うん、珍しいんですかこれ。沖縄に甘い湯っているのはいるんですけど、はい、これ沖縄では見ないんですよね、この黄色。レアレア、レアし。はい、戻ってきて、今どこ道具を入れてたんですけど、なんとたまたまこちら無人販売ですね。スナックパインっていうのがあるみたいですね。で、あっちにお金を入れてくださいと。で、大きいんです。200円。200円は甘いよ。で、150円入れていいですか。150円のやつで。150円ですね。あれのが大きいんだろうな。何これ、無人販売。え、無人販売、無人販売。美味しいか。どうやって食うか。どうやって食べるんだろう。海さん、かぶりつけない。合ってるから、ね、うん、多分。硬いな、痛いな。あ、でも、あ、スパ、スパ。まあ、どうなってくるか。ああ、おお、すげえ。あ、やっぱ当たってた。美味しいな、美味しい。合ってますこれ。食べ方、こんなさなんですか。当たってる。え、まあ、食べてみて。ちぎって食べるんだ。うん、美味しい。冷蔵庫で冷やしたい。確かに、冷やしたいな、これ、うん。はい、場所に着きました。で、早速もうみんな仕掛け作ってますね、こちら、はい、で、森本さんが使ってるのは今ワイヤー、歯が鋭い魚が多いらしく、こういうふうにワイヤーですね、うん、こういうふうにワイヤー、うんうんうん、作ってます。で、バンバンはバンバンはハリス40号の仕掛けを作ってます、うん、ガラモンスターに、うん、で、キャタリ ナ、これは小物用というか細仕掛け。まあ、装備はでっかいけどね。そうそう、装備はまあ普通よりでかいんですけど、うん、今ある竿の中ではまあ、はいはい、細い方最弱というか。物はいいけどね。物はいいですけどね。餌は何すんの。餌は今から入れます。で、餌なんですけど、はい、我々初日と2日一緒にボラ取り頑張ったじゃないですか、はい、それを使いたいと思います。おっしゃー。この中で、あれ、ボラどこ行きました。ちょっと角にね、角の方に。いた。俺はこれつけようかな、じゃあ。オッケー。今、とっさに食えそうになった。お腹すきすぎて、とっさに今食えそうになった。今日は魚あるから大丈夫だよ。背中ぐらいかな。背掛け、背掛け、よし。もっと今貫通しそうだから。いた。ここから頭いくか。頭かけて、はい、しっかりね、針を出して、こういう風にこれ投げたいと思います。いいよ、下がるね。お、行った。あ、めっちゃ行った。待て待て待て。やいい音は鳴ったけどな、後ろでポトって聞こえたわけよ。ちぎれたんだ、貫通。半分こになった、頭が。北斗の剣やんけ。こうやったじゃん、うん、したら勢い早すぎて、うん、ブチって寄生獣みたいな感じ。北斗の剣ね、こんなのあるよな、やるよ、うん、絶対聞いた。ラベシっていうやつね。断山両山派だっけ。どうしようじゃん、こっちにやっけ。縫った方がいいんじゃない。こうやるじゃん。はい、一回出す、出すからの背掛け。これ乗ったら大体危ないと思う。で、最後引っ張るんじゃない。引っ張る、これね。オッケー、レッツゴー。優しい。うんうん、20メートルぐらいかな。これはじゃあ細仕掛けなんですよ。はいはい、はい、P ラインが6号で、ナイロンが18号ですね。オッケー。
まあ、ハルシ18号は、はい、まあ、打ち込みでは、まあ、普通ぐらいですね、普通ぐらいの号数です、うん、で県外でいうと、まあ、シーバスが4号って言われてます。なので何の4号、あ、狙う、あ、ハリスが4号で、これ18号 4.2 倍くらいか、4.23 倍くらいか、相当大きいじゃん。結構太いそう、うん、太い方なんですよね。私走るしね、回遊すごいからね、うん、海さんの仕掛けですね。強すぎだろこれ。え、強すぎだろ。何号、 P 何号ですかこれ。これ P15 号っすよ。え、しかもなんか番号書かれてますね。あ、これメーターだ、何メーターとか、あ、何メーター飛んだとか、飛んだとかだな、きっと。すげえ。で、餌が、餌が向こうボラついてるっすね。あ、ボラ、見ていいですか。でかっ、でかいな。でかいボラ、首ちょんぱーボラっすね。首ちょんぱー、あとは首が取られてること、首ちょんぱーってちょんぎってますね。で、中身がちょろみ化してますね。これ来るね。で、重りが40、これも。これ、これ、なん、天秤じゃないっすね。これ天秤じゃないっすね、これ、あの親子サルカンなんですけど、親子サルカン、うん、特殊な投げ方があるみたいなので、はい、特殊な投げ方、はい、やってもらいました。特殊な投げ方じゃない、はい、不思議な投げ方する、不思議。アクロ、どんなアクロバットな投げ方なのか。お、横向きで投げるんだ。へぇ、太鼓入れると飛ばしてくれるんですよ、スピニングクラブ。そうなんですね、うん、だからスピニングのいいとこは遠投ができるってことなんですね、うん、だから俺さっきもっと投げればよかったと思ったな。投げてなかったな、軽くやってたな。あ、ボラがちっちゃかったからね、手加減したんすか。ボラが取れるの怖くてちょっと。自分これでスピニングより投げるっすよ。マジっすか、うん、これで140とか投げる。 140? やばすぎでしょ。慣れたらね、ベイトリールの方が結構飛びますよ、スピニングより。で、ピトン、ピトンに、さらにこれロープ、ロープ。これ絶対取れないマンですね。絶対取れない。それぐらい恐ろしい魚がいるってことなんですよ。うん、夢がある。これ夢広がりングだろ。これ来たら一番やばいな。うん、これ来たら、これが一番強い仕掛けですか、うん、これが一番強い仕掛けですか。今のところは、今のところある中で、あと1個あるっすね。あと1個ハイサイのがあるっすよ、タリカっていう。タリカが続いてはこちらですね、ハイサイの一番最強の装備、タリカのガマクエのサウですね。これ P は何号ですか。これ P は今、これは15号でしたか。15号、これも一緒です。え、これもリーダーは60号で、餌はひっちゃんが朝っていうか、まあ、明るい時に釣ったガーラですね。ガーラ釣ったガーラですね。ちょっと森森さんが投げてください。結構近めなんですね、これは。ちょい投げぐらいで、ちょい投げでいいですね。めっちゃピンなんですよこれ。めっちゃピンなんですね。急に来たらパキっていきそうですね。パキっていきそうですね。ちょっとロープでもつけときましょう。 P が8号にトリプルラインで24号にしてます。トリプルラインとは何ですか。この P ラインを3つ編むんですよね。多分分かりにくいと思うんですけど、こんな感じです。この P ラインを3つ重ねてくる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 ってして3倍の太さにしたやつですね。で、そしたらリーダーつけなくても打ち込みができます。これ何号。これ8号です。 P8、24、 24号。強さは3倍じゃん。3倍だから3倍、3、4、12、3、2が6、72号ですね。3、4、12、3、2が6、72号ですね。手で編んだっす。重りは40号っす。で、ハリスは40です。で、餌はイカです。いきまーす。くさ、このイカ。うわ、なんか垂れてきた、垂れてきた。くさ、あー、ごめんなさい。くさ。じゃあ、ハルさんお願いします。お願いします。いってらっしゃ。バイバーイ。はい、いいね。タウテー、タウテー。じゃあ、どれかに当たりが出るまでゆっくり楽しく待っていきますか。はい、ご飯作りますか。はい、竿に
反応ありけり、ひっちゃんが投げた竿、さあボーラーですね。初のヒットくなるか。全部で竿4本出してるんですよ、はい、その中でも一番細い仕掛け、うん、海さんのルアーなんですけど見てください。すげえ、いろんなカラフル、そうなんですよ、カラフルだ。なんかエビ、エビ、本当にかわいい、エビみたいな、なんか面白いルアーがあるんですけど、丸いんだいたい。まあここはね、雰囲気できますか。トップがいいんですかね。トップでやります。こちらですか。ホッパー、ペンシルベイトですね。ペンシルベイト、サイズ的にはこれが、まあ、チルとか、ですか。うん、これでいくものかな。食わなかったらこれ、あ、ちっこい虫みたいな、行きましょうか。コブン、コブンっていう名前なんですけど、かわいい。これでいこうかな。テントウムシ、これでいこうかな。でも最初ちょっとここが広い場所なので、はい、大きめのルアーで、うん、これではこれとか、これとか、これはダメですか。こっちは、これ釣れなかったらこっちやりましょうか。 OK です、はい、じゃあ僕はじゃあこれからいきます。はい、バンバンはポテトチップス食ってますね。久しぶり。久しぶり。はい。なんかバンバンなんかエビの餌を投げて放置してたんですけど、それで当たりなかったんですよ。はいはい。お、ヒット。もしかしたら釣れてる可能性が。あ、来た。お、なんだなんだ。何これ。さっきと一緒だ。一緒だ。お前また来た。どんだけお腹空いてんだよこいつ。黒ぼち綺麗ですねこっち。あ、でもさっきと違う、柄が違う。違う、柄が違う。また新種だ。すげえ。おもちゃみたい。俺の金目に当たりがあります。チヌとチヌとガクガクですね。違いが分からん。星見沿い先、ここに、まあ、ちょっと黒ぼちっぽい模様が、これですか、あるのが、ここがてん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 て、うんうん、黒くあるのと、ヒレが点々がついてるのが星溝崎。これ美味しいんですか。美味しいですよ。ガクガクとか西表ではグチって言うんですけど、でこの2つが南洋チヌ、南洋チヌですね、ですね。ここが黒いのが特徴ですね。ちょっと薄くて分かりにくいんですけど、あ、ちょっと黒いですね。対抗があってここに黒いプチがあるのが南洋チヌですね。あとはイスズミとかコフとかボラ、コフボラ、これを巻き餌にするんですよね。てか今回カヤック釣りしたんですけど、ほんと癒されたなっていう、大自然に包まれて、で、携帯も一切触らずに、まあ県外だったんですね。なんだろう、日常を忘れたっていうか、いいっすね、あれどこ見てもあれなんですよ、写真撮ろうかなっていう、もうキリがない。映える？どこ見ても写真撮りたいって思っちゃう。カヤックっていろんな種類があるんだけど、手漕ぎカヤックもあって、で足漕ぎもあるんだけど、うん、足漕ぎってあんな楽なんですね。楽っすね、あれ。手でこがないと、この釣りするとき特に楽っすね。うん、楽っす。手が空いてるから釣りもできる、漕ぎながら。フリーに、フリーな状態で、うん、あと何よりも、やっぱりイケメンのガイドさんガイドやってるんですよね、カヤックも。はい、ですね。ビートロピカルというショップでマグローブと海の釣りのプランがあるので、ぜひ両表に来る際よろしくお願いします。お客さんも募集してるし、はい、彼女さんも募集してる、はい、可能性もあります、ね、可能性もあります、ね、まあ美人が来た時は僕たちもぜひ呼んでください、はい、ぜひ連絡します。ありがとうございます。くるくるじゃ入れですよ。くるくるには、はい、まあ、吉宗でまた狙っていきたいと思います。ヒットヒット、なんだ、そんなにサイズはないけど絶対魚だ、絶対魚だ、なんだなんだ、うん、そこで当たってきたんすよ。なんかちっちゃい畑とかな。お、なにこれ、赤エソ、口にかかってなくてエソにかかってますね、これ。ダメだこれ、ちっちゃいんで、これ食べれます、リリースします。
と。ちっちゃい。なんだっけこれ、みっぴさんと撮影で釣ったやつです。ちっちゃいのが当たってきよったな。ひとはい、ちっちゃい。バンバンの竿にヒット。バンバンの竿ヒット。めっちゃ気づかすやつ。めっちゃちっちゃい。かな。ちっちゃい長寿ミーバーイ。なんか重いね。なんだ。お、釣れてました。これはキジハタですね。こちらハンゴーミーバーイでもいいかな。見えるかな。よっしゃー、ヒット。けどこれリリースサイズなんで逃がします。ヒットー、ヒットだー。よっしゃー、まだ終わらんぞー。何が釣れたかな。なんだろうね。あ、来た。よっしゃー。おー、びっくりした。あ、なんか釣れてる。ハハ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 。釣れてる。これはこの尻尾の白い部分が特徴的。これなんだ、なんだっけ。西畑。西畑。西畑です。西畑。お、めっちゃ魚いるよこっち。中中2倍。これ白縁ハタっすね。美味しいのでキープしときます。ヒットー。同じやつ。耳があるのがオスとかあります。
耳があるから耳じゃ。耳があるから耳じゃっていうんだけど、うん。あ、そういうこと。このこれこれ。絶対ここの耳左から右に流すだろうな。何も聞かないな。何も聞いてない。何言って。狭い道通れないからね。自分で行けなくしてる。なるほど。へで豆つづってきたこれ。真ん中をちょっと開けて、木の周りを。真ん中にして。あ、水につけておくの。うん、本当に入れて。おぉ、うわぁ、終わりできた。わぁ、終わりできた。野球部、あの、ひろしさんが野球部の監督なんですよ。はい。で、海さんが副コーチ。ん？あ、コーチ。コーチ。監督とコーチ。で、何番バッターズなんですか？いや、もう卒業しちゃって。あ、卒業。中学生なんですよ。中学生。どこ守ったの？キャッチャーとファースト。ああ、キャッチャーとファースト。うん。で、取るのが上手なんだね。うん。そんなの。ああ、持ってきたんだ。はい。これ課題画で作ったやつだ。はい。懐かしい。懐かしいな。ナップザック。懐かしいな。めっちゃ緊張してる。なんだと思う。インド会割はもっと細いじゃないですか。うん、インドはまだちょっと変わってる。インド細い。あれ、でしょ。代行が違う。俺会割と思うんだけど。会割だと思うんだ。会割。何会割？いや、普通の会割だよ。あー、もうめっちゃ間違ってる。もう間違いが。開催って。低短弾。バンバン探偵団かけられてる。やばい。団員が。探偵団じゃないのもん、バンバン。でもこれ逆っていうことで。愛嬌で。スマイルマークみたいな。お母さんの？やっぱ。そのため。あ、いいじゃないですか。スマイルにごまかしたな。愛嬌でそこは。一つ一つの動きが痛まいだ。つけなくてもいいのか。この黒いのは何ですか？これなんすかね。朝背の赤人結構これ入るんですよ。この点々が。点々が。なんか黒いのは日焼けって言いますけど、これなんかそんな日焼けとかではなさそうですね。うん、打撲じゃない？打撲。打撲だったね。ジグにゴンって。どんだけ動き鈍いの。気づけよって。これ釣った時俺初めてっていうぐらいピンク色でした、うん、これ。あ、ピンクだったよな。写真ね。写真あるんですけど、うんうん、全然色違かったね。その写真がこちら。ドン。出てますけど。はい。出てなかったら、あの浜ちゃんに怒って、みんな、この感じで。か、バンバンに怒って、送らんかったっていう。それで、しかもね、あれだったな、引き金だったな。ありましたね。その映像がこちら、ドン。浜ちゃんさんが使ってないかったら怒って。多分使ってないと思う。何それがちょっと、めんどくさかったんでしょうね。使わないんかい。使え。ママが一生懸命マガジンを知ってる時に俺何してると思う？その映像がこちら、ドン。分からんよ。ゲームだ。してないだろ。してるわけないだろ。アプリゲームしてるこいつ。してるだろ。おう、ママなんか連れてみたいですね、バンバンがっていう、なんか一応喋ってたよ、なんか。その映像がこちらですね、ドン。編集めんどくさ。うわ、すごい綺麗。綺麗。っ見て、うわ、骨太いな。めちゃんこ綺麗。血が入ってるっすね。これ太いっすね、骨。太い。骨太。太すぎな。めっちゃ骨太。骨太元気ですよ。お、行った。まさか行った？お、すごい。うわ。先端出た。そして最後ここで。カンやってからの、うん、このトントンが優しい、うん、ガンガン行かないね、バンって行くじゃん、うん、周りにも配慮して静かにやりますね。
優しいですね。朝来た。綺麗だよ。やらないっすね、ちょっと。この音色この音がいいっすね。まだ身が熱いな、ほんとめっちゃ熱いね。魚ってさばいた時に、さばいた後に、うん、こんな身少なかったっけってなるよね、うん、あんなでっかいのが。確かに。で、赤人はね、見て厚みがあるもん。すごいっすよね、身ばい系ってね、ほんとにさばけばこんなに身があるんだって思う。すごいよこれ。捨てるとこほんとないっすよ。ないよね、うん、捌く人によってこんなに違うんだなって。こっちもこっちもすごかったもんな、うん、その映像がドン。そろそろ怒るよ、そろそろ怒るよ。そろそろ怒るだろ、怒るだろ。そろそろ怒るよ。いける。2日目のコチもめちゃめちゃ捌くのすごかったっ、ね、すごかったな。その映像がこちらと思う。やばいな、マジで。はい、やめようぜ、ハマちゃんに怒られる。で、怒ってるハマちゃんの映像がこちら、ドン。口膨らませてるんだもんね、今。給料減りましたね。その口座がこちらと。口座50円まあ、探せよ、お前、まず探せよ。いや、いや、うわ、綺麗に撮れましたね、すげえ。撮ってましたね。すごい。腹骨、腹骨難しい。腹骨を切るの難しいわけよ。難しい。ああ見事いっちゃうもん、めんどくて、うん、もういいやって。人目にね、下全部ガッていっちゃいますよ、うん、いっちゃいますよね、見てください。ギリギリまで結構ギリギリまでいかないっすよ。この辺でバチって切っちゃうっすよ。でもこれでも全然、うん、でもこういうの粗にね、粗汁とかに入れても、うん、そうですね、一切無駄にしないです、ね、自分とかもうここから切りますね、そのボン。見なかったことない。全然なくなっちゃう。ちょっとショックっすね。刺身したかったっすね。まあ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 。赤くなってるところが。うん。美味しい。美味しい。結構ね、お腹のそばとかこの尻尾のここ、背びれの。食べて大丈夫なの？これ大丈夫ですよ。焼けば。焼けば、あ、うん。生がちょっと。生はダメだ。生はちょっと。たまに勝手に手が動いたりするらしいですね。寄生虫で。寄生虫で。これって、うん、普通に買うじゃないですか。はい。魚を。で、セリとか。セリとかで買うじゃないですか。うん、で、これ寄生虫どうやって調べるんですか、もう。寄生虫ですか。はい。寄生虫は赤人の場合、セリとかでもそうなんですけど、この、うん、ここの、うん、ヒレ、このお腹の部分ですか。うん、胸びれのこの上の部分をこうやって切るんですよ。うん、切れ目を入れる。うん。切れ目を入れてこうやって見るっす。あ、いるかなって。うん、もうちょっとバラバラになってる。ここをこの身をこうやって蹴って切っているかな、こうやって見るっす、うん、これでいるやついないやつでも金額やっぱ変わってきます、ね、変わるっすよ、どのぐらい変わる。虫ありと虫なし、もう虫入ってるだけでこの程度だったら一応これぐらいの、さっきのだったらこうやって見えないんですよね、うん、あんまり。ただけど身の色がちょっと黄色っぽいんですよ。黄色っぽいですね。ライトでわからないですけど。あ、黄色っぽい、黄色っぽい。こうセリで寄生虫探すって言って気づいたら3枚押ししてる。どうなんですかね。もうお前買えよって言われる。本当ね、赤人のこのこう切った時にここに黒い線とかが入ってるっす。この辺に黒い線がピッピッって入ってたら、うん、もう完全にアウトっすね。売り物にならない。売り物にならないです。まあ、けど虫入っててもこういったバタ焼きとかできるんで。うん。そうですね。うん。食らしますけど、生ではきついってことですね。害はないってことですね。うん、海さん、どこの人でしたっけ。僕は静岡です。静岡、はい、静岡ではイノシシを食う。食べますよ。あ、食べるんですか、はい、え、意外。僕すごい田舎だったんで、はい、刺身も食うんですか。イノシシとか鹿とか
あ、しかも食うんですか。でも、もうイノシカ超じゃないですか。イビエの刺身は食べたことなかったですね。うん、超食ったらもうイノシカ超完成じゃないですか。超は割と楽に食べれると思う。楽に食えるって。